皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信を聞くためにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、帯状疱疹の、ね、影響で現在はですね、帯状疱疹後神経痛っていうやつに、ね、悩まされている、まあ、左足の痛みについてなんですけどもね、まあ、これが今はね、そのある一定の痛みで安定してきてるんですよ、ずっとね。でもこの痛みが安定しているということはですね、まあ、でもどっちに転んでもその痛みがあるということなんですよ。なので痛みがないわけじゃなくて、常に痛みがあるというわけなんです。これは嫌ですよ、ほんまに。よう考えたらね、絶対これずっと痛いやん俺と思うわけですよ。もうほんま地味なね、痛みがね、じわ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 とね、ずっとね、こう湧き水のように湧き出てきてるわけですよ。もう時にね痛くて、時に重くて、時にこうしびれてて、時に熱くてみたいな感じで、そういった感じなんですよね。さらにね、その夜になるとね、寝る前とかですよ、いつも言ってますけどね、寝る前のタイミングでね、全身の力が抜けていって、こうはーってこうリラックスしてきた時のタイミングでですね、足に痛みの感覚がね、こうギュッと集中してしまうわけですわ。せやからね、余計にね辛いんです。まあ、心が負けてる感じですよね。ね、負けてるっつっても何と勝負してんねんって感じなんですけども、まあ、その本でその痛みなんですけどもね、その痛みに対しては今はその解熱鎮痛剤と、疼痛鎮痛剤っていうのをね飲んでおるんです。あと、疼痛治療液か、治療薬ね、治療薬を飲んでおりますけどもね、まあ、効いてるか効いてへんのかね、ほんま分からんのですよ、飲んでてもね。確かにね、痛みっていうのはマシになりましたよ、マシになりましたけどね、マシになったんですけども、もう患者側からしたら、その薬を飲んだら痛みっていうのはね、もうパッて消えてほしいわけですよ。もう即効性を求めるわけですよね。もうね、ほんまに綺麗さっぱり消えてほしいわけなんですよ。でもね、まあね、先生からはね、これはね、神経痛の感じのね、薬なんですけどもね、神経でカルシウムイオンの流入、まあ、すなわちカルシウムイオンが神経の中に入ってきてくれるのを抑えてくれるというか、まあ、入ってくるのを抑える薬でね、それを抑えることで神経伝達物質のね、放出というか、まあ、出てくるのをね、神経伝達物質が出てくるのを抑えてくれて、鎮痛作用を示してくれるんですって言うてくれはるんですけどもね、まあ、心の中ではほんまかいなって思ってるわけですよ。でも先生がね、疼痛を抑えてくれるって言ってるから、信じなしゃあないんですよ。でもうつくんですわ、ずーっとね。まあ、皆さんからね、寄せてもらってるコメント欄の中でね、そのすごい励まされるコメントをもらってる中にですね、その痛みを感じるのは生きてる証拠やで、とね、こう素晴らしい名言をね、いただいたんですけどもね。まあ今思えばほんまその通りやな、全くその通りやなと思いますけどね。でもそんな痛みを感じるのもたまにでいいですよね。こんな視力自重いりませんわ。で、他にもね、もうあのこれはただのビタミン剤ですけど、末梢神経痛のしびれや、痛みに効果が見られますので、一応出しておきますねってね言われるんです。一応ってなんやねんですよ、ほんまに。あとこれはね、皮膚やね、鼻のアレルギーのね、症状をね、抑えてくれるやつですとかね、めっちゃ鼻水出ますけどってね、状態なんですけどもね、なんかこの時期に季節外れの鼻水が出るんですわ。花粉かなと思ってるんで、まあ花粉症持ってるんでね、花粉かと思ってるんですけどもね、まだ飲んでるのにね、効いてないんちゃうかなってね、思うんです。でもまああれもこれも飲んでるからね、まあ、今ねこの状態で済んでるから、今僕の体でこの状態で済んでますけども、まあ、そう思ったらね、ほんまにあのまだマシになってるんですよ。もうね、飲んでなかったらやっぱもうちょっと痛いやろうしなと思いますしね。まあそのね、薬のおかげなのかもしれないですけども、まあ先日のね、虫歯の治療でのね、痛みがですよ、消えてくれるから、ひょっとしたら、まあ、虫歯の治療の痛みに効果があったんかもしれません。っていうかね、その帯状疱疹後神経痛の痛みに対する薬なんですけどもね、そのために出されてる薬なんですけどもね、まあ、不思議やなって感じですよね。あとはまだそうそう、ふらつきですね、ふらつきがまだ出てくるんですけども、その飲んでる薬の一つの副作用にですね、めまいっていうのがね、あるのでね、僕がふらついてるのはそのめまいかもしれません。そのふらつく時にめまいのような症状というか、クラクラってするんですよね。
まあ、その今挙げましたそれぞれの副作用が出る薬はですね、まあ、ほんまにその帯状疱疹後神経痛に対しての神経痛に対する薬なんですけども、まあ、他にもらってるその、ね、別にもらってる鎮痛剤、解熱鎮痛剤に関してはですね、その息苦しさが出るんですよ。いや、なんかこう首がガーッと苦しくなるとか、もう肺がしんどいとかじゃなくて、なんか違うね、その息苦しさが出るんですよね。息ができへんわけじゃないんですけど、息苦しいっていう表現しかできないんですよ。なんかね、どう伝えたいかわからないですけどね、出ていた言葉がそうなんですよ。で、ほんでその解熱鎮痛剤のね、副作用を調べたらですね、説明文のその副作用の欄にですね、しっかりと息苦しさ、倦怠感かってね、書いてありましたわ。だからその、まあ、毎回飲んで、その解熱鎮痛剤をね、毎回飲んで、朝昼晩飲んでるんですけども、飲んでちょっとしてから、胸がぐーってこうなんかちょっと押し付けられてる感じになって、息苦しくなって、でちょっと視界もね、ふわーっと白くなるんですよね。そうなるとね、その毎回その薬飲んで起こるってことは、その病気が原因じゃなくて、その薬の副作用っていうのが原因なのかもしれないですね。そのね、視界が白くなるのは、まあ10秒ぐらいで消えるんですけども、その胸がグーってなるのは30秒か40秒ぐらいはね、ずっとね、グーってなるんです。ほんまにね、他に例えようがないです。胸がグーってなるんですよ。しかも左側がね。でその症状になってしまうとですね、そのまあ少しの間はほんま動けませんし、ちょっとこう柱とかにね、まあ、机とかにもこうやってね、こう捕まってカッチーンってこうね、フリーズしてしまうんですよ。で前のね、その通院の時の車の中でのお話、いつやったかな、結構最近通院の車の中で喋ってるから忘れましたけども、そういう症状がね、起こるんですよ。でそれがね、またその朝のバタバタしてる時間帯になったらね、そう、朝も飲んでますからね、朝のバタバタしてる時間帯にそれが起こってしまったら、ほんまにね、いい迷惑なんですよ。その朝の3、40秒って言ったらね、貴重じゃないですか。何でもできるでしょ、朝の30、40秒って。1分、2分とか5分とかさ、何でもできるじゃないですか。でほんまちょっとの間なんですけども、まあ、その時間帯に動かれへんかったらね、その後に待ってるね、その用事というか、その段取りですよね。子供を何やしたりとかせなあかんわけじゃないですか。ね、そういうのがね、できへんくなるから嫌やなってね、思ってるんですよ。でもまあね、ひどくなって、そのままバターンってこう倒れ込むとか、そんなんじゃないんで、まあ別にいいんですけども、でもね、その胸がグーってなるのをね、よう考えて思い出したらですね、実はその入院中からありましたね。あれはね、その骨髄移植をする前に入院していた、家から割と近くめの病院に入院した頃やったんですけども、あ、僕ね、その入院は 2箇所に入院してるんですよ。最初に入院したところっていうのは、今行ってる病院が満床、病室のベッドが空いてなかったから、血液内科のベッドが空いてなかったから、空いてる病院を、探してくれて、そこに行ってくれって言われて、まあ、こっちのね、家の近くの病院に入院したわけですよ。で骨髄移植をするためにはこっちの病院でしか、移植ができへんっていうなんか決まりがね、あるんですよ。ルールがあって、だから、骨髄移植をするまではここで入院してて、で骨髄移植決まったから、そのタイミングでこっちの病室を開けてくれてたから、こっちに入院するっていうふうになって、今こっちにいてるんですけども、でそのこっちで入院してる時に起こったんですね、その症状がね。ほんで、まあ、こっちの病院でもそれはもちろん抗がん剤治療を、ね、してたわけですよ。でその抗がん剤をする前にやる、抗がん剤の副作用を抑えるためのね、抗生剤っていうんかな、まあそういうなんか点滴があるんですよ。それをした後にですね、急にしんどくなってきて、頭が痛くなってきてですね、ナースコールを押してね、何その症状を伝えたらね、その鎮痛剤をね、一粒ですよ、持ってきてくれたんですよ。でその鎮痛剤一粒を、その袋が、袋でね、薬が包装されてる、なんですか、ケースっていうんですか、お菓子でこう、ベリッて出すやつあるじゃないですか。そういうのから、ペリって出して、その一粒を裸で握りしめて、素手でその薬の裸の薬をね、握りしめて、素手で握りしめてきやがったんですよ。それ衛生的にどうなんかなと思うんですけども、まあでも飲んでたからね、別にいいんですけども、まあ消毒とかもしてやろうしね、ちゃんと咳で手洗ってやろうし、ほんでその薬を、安田さんこれ飲んでくださいって言われて渡されたやつを飲んだんですよ。
で、その飲んだ時にね、同じ症状が出たんです。だからその薬はね、今飲んでる薬とね一緒のやつやったんですよ。予防を考えて思い出したらね、形も一緒やし、でたまにそのなんていうんですか、違う人は、裸で持ってこずにちゃんとね、包装されたペリッと剥がす前のやつ に入れて、入ったままで持ってきてくれるんで、それのその包装されてるやつをね、何書いてたかなって思い出したら、今もらってるやつとほんまに一緒やったんです。包装されてる ところに書いてるね、数字とか名前とかがね。ほんでその解熱鎮痛剤を飲んでしばらくしたら、胸がグーってしてきて、胸が痛い苦しいって、ね、僕が言い出したら、もう聴診器でこうなんか胸を見られてね、なんかこう心電図っていうんですか、それも見られて、まあ異常はないよって言われたんですけども、でその抗生剤の点滴をするとね、毎回熱が出てしんどくなるので、また毎回その解熱鎮痛剤を持ってきやがるし、またそれを飲んで胸がグーってなるから、しまいに先生がやってきてね、もう心臓に水が溜まってるかもしれないので心エコーを取ってきてくださいっていう風になるしね。そう、ほんでね、ちなみにね、その抗がん剤の副作用を抑えるための点滴っていうのは朝昼晩にやられるんですけども、その度に毎回同じ症状が出てきて、もう我慢の限界やったんですよ。それまではね、もう先生の指示に従って出される薬はちゃんと飲むし、やられる点滴は何でもやられるしね、もう受けるし、ちゃんとね、どんな検査でも受けてたし、どんな苦しい副作用が出てもね、もうグーって把握しちゃって我慢してたんですよ。だってね、でも先生の言うことを聞いたらね、白血病が治るってね思うじゃないですか。自分じゃ治せないじゃないですか、病気ってね。特にね、白血病とかっていうガンのもそうですけども、それはね、いろんな考え方がありますので、まあ、例えばその薬に頼ってたらいつまで、ね、もう経ってもね、病気なんか治らないとか、病院からしたら患者なんていいかもやって言うとね、その病院を批判する人もいてますけども、でもね、そんな人だってね、そのまあ毎回ね、こういう系の話だったらね、言うている話なんですけどもね、怪我してね、どっかぶつけたりしてね、骨折したらね、ちゃんと病院行ってね、ギブス巻いてもらうんですよね。なんやねんって感じですけどもね。まあ話を戻しますけども、まあ、少なくとも僕は自分で白血病とか病気をね、治せるとは思いません。なので、どんなことがあっても我慢してましたけども、さすがに毎日毎回、1日3回同じようにね、症状が出ることにね、耐えられなかったので、思わず先生の会心の時にね、先生、毎回やる朝昼晩の点滴したらね、めっちゃしんどくなるから嫌ですわ。なんか他のやつないんすかって聞いたら、そうなんですか、ありますよ、じゃあ他のやつにしましょうかってめっちゃ軽いノリでね、薬をね交換してくれたんですよ。もうね、早く言ってよって思ったし、もう自分でも早く言ってよかったわと思いましたわ。そうね、朝は6時半と昼は2時半と夜は10時半というね、8時間間隔で1日に1、2、3回あの苦しみにね襲われたわけですわ。まあね、朝の6時半のやつがね、一番ね、苦痛でしたね。寝起きであの苦しみがね、襲ってくるんですからね、もう心が耐えられへんですわ。ほんでね、それを抑えるためにね、解熱鎮痛剤を毎回飲むわけでしょ。ほんなら胸がグーって痛くなるでしょ。もうね、飽きませんよ、ほんまに。なのでね、最近胸がグーって痛くなるときにね、もうあの頃のことをね、思い出すんですわ。これはね、もうこのことっていうのはね、胸がグーってなるのはね、次の通院の時にね、先生に言ってね、もうこれは薬を変えてもらいますね。その薬をね、弱めるか、まあほんまに違う薬にね、変更してもらうかですよね。このね、今もらってる薬って名前は一緒でも、200mg、300mg、500mg っていう風にね、分かれてるんです。まあここまで言ったらね、分かる人やったらね、皆さん分かると思うんですけども、まあ多分皆さんもね、それなりにね、飲んできたことがある薬やと思います。ちょっとこれぐらいの細長い、まあこんな大きくないですけど、ちょっと何ですか、もうほんまにね、こう細長い形のやつなんですわ。もう大体分かるでしょうね。でもこれはちゃんとね、先生にね、言うて変えてもらいます。まあ、それまではね、ちゃんと出されてる分だけはね、まあ、一応飲んで、まあ、帯状疱疹後神経痛のね、この左足のメインのね、メインなんかな、メインは白血病やねんけどな、まあいいんですけども、今のメインの、神経痛をね、痛みをね、抑えておきます。まあ、何かしらね、副作用が出てしまってもね、まあ、薬飲まんとね、もっと足が痛くなるなっていうような気がしてね、しゃあないんでね。まあ、そんな感じでね、今回はね、帯状疱疹後神経痛で悩まされてるのに、それの痛みを抑えるために飲んでいる薬の副作用でさらに悩まされているというお話でございました。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。
この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。